その次は第1講義の4月の6日ですか、小テストの回答ですけど、一番は演習1点何とかっていうのに入ってますから、1はこれ省略で、で2番ですね。2番は、x 次乗プラス y 次乗マイナス1かける x が0と、x 次乗プラス y 乗マイナス4かける y が0です。それで、これを満たす xy を求めるってやつ。xy 属する R2 を求める。これが問題ですね。で、それで、注意すると、P かける Q、注意は、P と Q が実数のとき、P かける Q が0と、P イコール0または、Q イコール0。これ、必要十分条件ですね。ですから、この1かつ2というのは大変ですけど、x 次乗プラス y 次乗イコール1、または、x が0。で、かつ、なんだろう、x 次乗プラス y 次イコール4ですか。または y が0です。こうなります。それでちょっと解くと、命題が4つあるとしましょう。P1、P2、Q1、Q2 ですか。で、P1 または P2 かつ Q1、または Q2 ってありますね。これは、そうするとどうですか。こちらから展開すると、P1 かつ Q1 または Q2 ですか。大変だね。で、または P2 かつ Q1 または Q2 ですか。こうなりますね。もう大変だ。で、また今度はこうすると、P1 かつ Q1 ですか。で、または、大変ですね。P1 かつ Q2 ですか。これ分配則を教えましたから、これが、P1 かつ Q1 または Q2 が、P1 かつ Q1 または P1 かつ Q2、これに等しいってのは分配則って言いましたけど、これ教えましたね。演習の中には少なくともあったわけですけど、それで、これを、講義の中でも喋りましたね。証明したかどうか覚えてないけど。で、または、で、同じことをやります。そうすると、P2、大変だ。かつ Q1、または、括弧だらけですけど、あんまり、ちょっと神経質に話すとそういうことですね。こうなりますね。それで、これあの これもう、さっき、というか、さっき言っていちゃいけないんじゃなくて、第1章のレジュメのところに3つの場合の話をしましたけど、これ4つの場合も全く同じで、というわけで、これもう並べて書いても同じですね。というわけで、これ大変ですね。かつだ。
まあ、こういうのはまあ頭の中にみんなあるこうですね。4通り出るっていうこうですね。まあでもこういうのなかなか本当は難しいんだと思いますよ。これさっとできる人はやっぱり優秀なんだな。いいかな。この4つ、4通り出てきちゃいます。まあそういうわけで、そうすると、ちょっとここをやめ、ここをやりまして、まあだからもうこれこれに従って、今やったようにあの見ると分かってしまって、まあ必要十分条件でいい十分だな。XY 次乗マイナスイコール1かつ X 乗プラス Y イコール4または、どっちがいいかな、回答に従うと X 乗プラス Y 次乗イコール1かつこっち y イコール0をつけましょうか。y イコール0で、または x イコール0かつイコール4で、または x イコール0かつ y イコール0ですね。で、そうすると上の方、これ満たすものないですね。まあ、だから、ということはちょっと汚いけど、これ B ですね。それで、これはもうちょっといい加減にしゃべると、Y イコール0がこうか、ここで、XY イコール、どうだっけ、プラスマイナス1、0ですか。で、または、これ同様で、今度は4なのか、ちょっと大きめに書いてある。あまり意味ない。あ、違います。こうか。だから、xy イコール、0プラスマイナス2ですね。で、あとは原点ですね。00。まあ、というわけなんで、この5点が、f はもうなしでいいですね。いいですか。まあ、というわけで、まあ、xy イコール、00、ちょっと順序はちゃんと、プラスマイナス1、0、0プラスマイナス2、00だっていうわけです。で、これが回答ですね。